こんにちは、ピヨ先生です。今回からオープニングで私が喋ります。さて、今回はシロアリの女王についてスレミンたちの反応を見ていきたいと思います。かなりエグいですが、ぜひ最後まで見ていってください。それではどうぞ。閲覧注意、シロアリの女王、ガチでやばい。1日に最大3万個の卵を産むことができる脈動するシロアリの女王。泣き。キモい。産む機会。でかっうねうねキモ。これよりでかい虫っておるんけ？エクレアみたいでうまそう。こいつらゴキブリの仲間やからな、絶滅してくれ。なお絶滅したら森林は大ダメージを受ける模様。ググったらシロアリって森林の環境保全の役目を担ってるんやな。勝手に人間が女王って言ってるから女王アリはすごい偉いみたいに勘違いしてるけど、アリの世界の中では歯車の一つであって。使えなくなったら簡単に捨てられるしかアリがすぐ出てくるからね、本当にただの産む機会。女王アリと聞くと、群れの中で一番偉い存在だと思われがちですが、シロアリの女王は違います。シロアリの女王アリの役割は子孫を残すことだけだからです。そのため、一年中巣の中で卵を産み続けます。巣の中には次の女王になる副女王アリが存在しており、生殖機能が衰えたら副女王アリに役目を引き継ぎ、子供の餌となって役目を終えます。このサイクルが永遠に繰り返されているのです。殺して殺してって言ってそう。産む機会落ちていくな、因果な生き物や。昆虫って何が楽しいんだろうな。ピクミンにいたやつじゃん。やっぱエイリアン感がすごいな。どのぐらいのサイズなんこれ。キノコシロアリの女王。ぷよっとした弱々しい外見だけれど、10年以上生きる。めちゃくちゃでかい。でけえ。人間にも女王アリみたいのが本当はいるかもよ。害もあるし正直キモいけど生態は面白いよな、思えたりして。オオアリも子作りする機械だし兵隊も使えなくなったらポイだし、人間視点で言ったらどの役割でも悲惨だろ。女王ってのは結局人間がつけた名前やからな、実際は全く別の役割や。シロアリ来てもうちのヤモリが全滅させちゃうから安心や。開いた瞬間サブイボ出て閉じた。石を持ったコッペパンみたいやな。断面図見てみたくなるな。アリだ。働きアリ働き蜂が子供産まずに女王のために働くのは、自分で子供産むよりたくさん兄弟生まれる方が後世に残る遺伝子が多いからと聞いてはええってなったわ。これ本人の意思じゃ止められないと思うとしんどそう。こいつ弱ってきたなってなったら速攻見限られるくらいドライだよなシロアリは。貴重な産卵シーンみたい。ロマサガニやん。ロマサガニのアリ初めて見たときあんな後ろ長いわけないやろと思った小学生時代。まさか本当だったとはな。女王つうかなえどこやろこ。女王とか言ってるけどこれじゃただの赤ちゃん工場じゃん。これもう令和のテラフォーマーズやろ。武蔵伝のあれ。彼岸島に出てきそう。1日に3万個なのか1000個なのかはっきりしろ。歩くこともできずただ食べてはらまされて産み続けるだけの機械。外にで歩ける分働きアリの方が人生楽しそう。言うほどでかくなくて草。チュルンとして噛んだらうまい汁がブワーなのよ、とか言われたらそうかなって思いそう。悪徳税おさむけ君、シロアリ女王みたいに産む機械僕だけのものなっちゃわない。フェミでおーん。どうやったらこんな形状になんねん。人間にも組織を発展させるのが目的のズバ抜けて思考力が高い思考型の人間賢人と組織を維持するのが目的の思考力が平凡で他の能力が高い実行型の人間がいるぞ。賢人ギフテッドはデスノートに出てくるエルやニアみたいな少し気持ち悪い雰囲気の人だけど、思考型の人間が判断して実行型の人間が実行するのが正しい組織運営だから、思考型の人がいたらちゃんと敬わないとダメだぞ。貴重な産卵シーンみたい。貴重なんか？一日何万個とか産むなら結構見れるチャンスあるんじゃないんか？サムネの時点でおぞましすぎて再生できん、あと唐突に画像出てくるの怖い、やめて。でも薄めで見ちゃう。スタン技使えばよりん。危機に陥ったら卵嚢を切り離して自ら前線に出て襲いかかってくるんだろ？巣に殺虫剤流し込んであげたい。巣の中でも安全な場所にいる女王が戦わないといけない時点で積んでるんだよな。このうねうね脈動運動は筋肉で行っているのか、繊毛のようなものが同期して動いているのか興味がある。疑問をから取り入れた酸素を巡らすためだと思うが、結構な運動量だと思われる。1日3万個産んだとしてもアリ食いは1日3万匹のアリを食べるらしいからな。ってアンタッチャブルの柴田がコントで言ってた、すげえよな。ロマサガニで、年代を超えて、2回倒さないといけないやつ。クイーンチャッピーみたいやん。実はこのシロアリの女王アリは元はユイの働きアリの場合もアリオオアリと交尾した働きアリがこうなるんだとか。アリとは違いシロアリはこのオオアリという存在が重要で女王アリよりも厳重に守られてるんだとさ。ただの働きアリが女王になる場合もあるが、基本は妊婦からなんじゃないか。まあシロアリにも種類がたくさんあるから、なんとも言えんか。貴
重な産卵シーンはお笑い芸人の昔のネタでそういうのがあって、日黎明期に流行ったにゃよ。薄めの隙間から卵流し込んでくるぞ。アリ系のまとめはアリダーの米があるたび安心する。人間の DNA と掛け合わせて少子化を一気に解決や。確かになんとなく美味しそう。虫とか対して脳みそあるわけでもないのにどうやってこんな統制取れてるんか意味わからんわ。ロマサガニのあれ再現度高かったんだな。シロアリといえばバンカズを思い出すな。倒したら断末も上げながらバラバラになる女王は登場しなかったが。さすがこの地球で最も栄えてる昆虫様だな。勝手に人間が女王って言ってるから女王アリはすごい偉いみたいに勘違いしてるけど、アリの世界の中では歯車の一つであって、使えなくなったら簡単に捨てられるし代わりがすぐ出てくるからね。そんなの天皇も同じやん。アリだアリだアリだ。リマスターだとドレッドクイーンとかいうのが追加されててもう一回遊べるドン。俺屍の一族の母親がやらされてたことやんけ。シロアリのおかげで砂漠が緑化する。昔、シロアリはアリではなくゴキブリの親戚と聞いてびっくりした思い出。社会性昆虫っていろんなのいるのね。サイエンスゼロで日本の大学の研究の様子を取材してる時の話だったから多分日本のシロアリなんじゃないかな。種類は覚えてない。めちゃくちゃインパクトあるセリフだったからな。ファーブルは進化論に否定的だったというが、ダーウィンのお父さんと知り合いで手紙で頻繁に意見交換している仲だったが、その手紙で進化論を否定する意見を述べている。虫に関してはあながち間違ってないんじゃないかなと最近思う。個人的には種類問わず本物のアリたちからは餌として認識されており、頻繁に巣を襲撃され狩られているという事実を知って驚いたわ。地味に食物連鎖で重要な役割を果たす生き物だよね。シロアリって本当はゴキブリなんだよな。カタツムリの寄生虫と仕組みが同じな気がするわ。そっちはなぜ脈動するのか分かってないけど。なぜじゃねえ、どうやって、だ。マジ？昆虫って基本的にサイクル短いの20年も生きるのか。社会主義や共産主義の完成形を剣竹や群れる昆虫見やよい。資本主義や民主主義の慣れの果てを剣竹や俺たちを見やよい。結論どっちもキモくて面倒くさいんだよ。エイリアン2のクイーンってこれがモデルなんかな。他のアリも大体こんなのやで。エイリアンで見た。これがリアルクイーンか。Y のチンチンと同じくらいや。そんな速度で卵が作れるものなのか。外付け感がすごい。人間だけだよ、活動が地球のためになってないのは地球からすれば人類の方がはるかにキモい。私は恥ずかしげもなく地球のためにという人間が嫌いだ。なぜなら、地球は初めから泣きも笑いもしないからな。汚いくさいくさいスカトロイトシャ人間。それはお前の視野が狭いからだ。人間視点でしか見れないから、人間が生態系の中で持つ重要な役割に気がつけない。新世界よりで見たネズミの女王の元ネタってこれよね。地球のためってのは何のことを指してるの？お前の言う地球のためってのも結局人間にとって好ましい環境を指してるだけだろ。お前こそ傲慢で人間中心でしか物事を見ていない。どっかの地域でポリ袋のゴミを荒れ地に置く、そこに落ちた雨水がたまりシロアリが住むで緑化とかあるらしい。ドキュメンタリーで家に住むシロアリ対策に軍隊アリを捕まえ、シロアリの巣に放つと兵隊アリが応戦して時間稼ぎして、その間に女王アリを逃がす働きアリが引っ張るとかあって、なんか感動した。最後は地上出てきたところを住民に捕まり遠くに捨てられる。低地に多いイメージってのが昔あったね。リプリー。不謹慎だがお腹を解体してみたい。シロアリほど木材を効率的に分解できる生物はそうおらんからな。多くの草食獣が利用できない細胞壁成分も消化してしまう。シロアリは木材を多くの動物が吸収できる形に変えてくれる。パワプロ6の上動きだこれ。おっさん世代でゲームしてた人は真っ先にロマサガが出てきそう。同じ社会性動物でも哺乳類の裸でバネズミは、女王が巣の中サボってる奴がいないか見て回ったり、下っ端も好きあらばサボったり逃亡したりで、なんか親しみが湧いて面白い。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。次回もお楽しみに。